ジャック君、無事だったのですね。よかった。え、ルシオンさん、どうしてここに？私ですか？目的はジャック君と同じです。え、ってことは？ええ、リドリーさんを助けに来ました。そうだったんですか。あ、そういえば銀龍とクロスは？いえ、見ていませんね。そうですか。おかしいな。ところでリドリーさんですが、私の調べによればエルフの意識にとらわれてしまっているようです。やっぱり。でも安心なさい、まだリドリーさんを救う手は残されています。本当ですか？はい。ただしそのためにはジャック君の力が不可欠ですが。俺、何をすれば？何だってやります。ありがとうございます。事態は一刻を争います。急ぎましょう。わかりました。ジャック君、金龍からリドリーさんを取り戻すのです。ありったけの思いを込めてリドリーさんに呼びかけなさい。え、呼びかけろって？騙されるな。騙されるって？こいつだ、ルシオンだ。ノワール・シュベールは全滅した。ルシオン、いや、銀の竜にやられ。なんだって？やれやれ、少しおしゃべりが過ぎますね。クロス！あんた。ジャック君、ご協力感謝します。ありがとうございました。おい、しっかりしろ、リドリー！ジャック、嬉しい。また名前を呼んでもらえた。おい。
嘘だろ。これで全てが終わった。銀竜たる私では器と化したリドリーに手出しができないのでな。おかげでまたとない好機を作れた。全てはお前のおかげだ。喜ぶがいい。金竜クエーサーは消滅した。もはや人間に脅威は存在しない。人間の勝利だ。新たな秩序が作られたのだ。人間たちよ、このツトアスの行く果てを共に生きよう。ふざけんな。何をそのように怒る。すべては人間の業に従ったまでだ。なんでリドリーを殺した。玉継ぎの儀式を受けたその娘は自ら金竜の器となることを選んだのだ。その娘は人間の敵だったではないか。うるさい。リドリーは人間だった。金竜、てめえは許せねえ。あくまでこの銀竜と戦うというのか。我ながら報われぬ話だ。よかろう。では銀竜の力、その目にとくと焼き付けろ。そして怒りと絶望と後悔の中で消え去るがよい。よし。
私が人間に撃たれるとは。ジャック、人間は業に生き、業のため死ぬ生き物だな。お前が私を倒したのも業。では私が死にゆくのは業なのだろうか。そんなもの知らない。俺の怒りが、俺の思いが、てめえを倒しただけだ。思い、だと？リドリーが世界の秩序のために宿命を受け入れたのも、てめえが人間のためリドリーを殺したのも、そして俺がてめえを許せねえのも、それぞれの強い思いだ。そして俺は、てめえを倒した。なるほど。私は自らの思いのために滅ぶというわけか。なんだ。金竜城に最後の時が近づいている。私は去らねばならぬ。さらばだ、ジャック。さらばだ。私が愛し、守り抜いてきた人間たちよ。